皆さんこんにちは。本日は小山城をご紹介します。小山城は現在の静岡県灰原郡吉田町にあります。昔の遠東江東の国です。アクセスとしては鉄道駅からは徒歩1時間半以上かかるため公共交通機関であればバスになります。自家用車の場合、麓に町営の駐車場があります。 バスや駐車場については、吉田町のウェブサイトに詳細な記載がありますので、概要欄の URL をご参照ください。小山城は吉田町の文化財に指定されています。現地には吉田町教育委員会が作成した説明板がありますので、ご覧ください。模擬店主が一際目を引く現在の小山城は、周囲が開発されているものの、 本丸周辺の遺構がよく残っています。私が行った時はきれいに掃除されており遺構の損壊を防ぐための注意書きが各所に設置されているなど地元の方によっっててて守られている様子が伝わってきました。観光名所として賑わっていてもおかしくないと思うのですが私が行ったのが夕方の遅い時間だったためかほとんど人がいなかったです。 私が確認したところでは、小山城に登上する道は2つあります。駐車場から行く場合は、南側のノーマン寺から登る方が近くわかりやすいと思います。案内板もあります。もう一つは、北側の由井川の方から通じています。この動画では、私が通った南から北へ抜ける道に沿って述べます。ノーマン寺の案内板を確認し、 空掘りを見ながら一本道を登ると本丸に着きます。模擬天守があり展望台になっているようです。私が行った時は閉館時間だったため中には入っていません。本丸の意向としては三日月堀があります。竹田氏独特の築城術です。堀の深さは昔よりは浅いと思いますがよく復元保存されていると思います。そばには馬出し、 小口の説明板があります。昔は土橋だったようです本丸から吉田町郷土資料館へ向かうと私が個人的に小山城で一番の見どころだと思う三重堀があります守りを嫌悪にするために3つ堀を並べているそうです危険防止のためかロープが張られており通って良い場所から眺めたのですが見事な遺構でした非常に美しいです 堀の周囲を歩いていると、山本貫助の声がかかっていると伝わる貫助井戸がありました。この三重堀と貫助井戸には悲しい伝説があります。徳川方に攻められ落城した際、武田方は大井川の激流を渡って逃げることになるのですが、足でまといになるだろうと扶女子は自ら井戸に身を投げ、その霊たちは、 口の赤いヒルへ姿を変えたというものです。カンスケの近くに竹田氏と徳川氏の争いや、それ以前の時代で亡くなられた方々の霊を供養するために建てられた石塔があります。私もお参りさせていただきました。小山城の歴史については、現地の説明板と概要欄に記した参考文献を参照しております。小山城は戦国末期の平山城です。 もともとは砦があり、室町時代から戦国時代にかけて今川氏が築いたと推測されています。桶狭間の戦いの後、大井川を境に東は武田信玄、西は徳川家康として、それぞれ遠州進出を企てました。この地は大井川の西側にあるにもかかわらず、大井川を越えて武田信玄が侵攻し、武田型の砦となります。 徳川家康は小山周辺を松平左近実則の地行地と定め一旦は砦を攻略し徳川方の領地としましした。しかし元気2年西暦1571年に武田信玄が本格的な遠州攻略にかかり砦を奪還すると馬場美濃守信房に拡張・収縮させ堀や土塁を築き小山城と命名し 大美膳の神長秀を城主に据えましたその後も小山城は徳川氏との攻防の地となり十数年にわたり激ししいい争いが繰り広げられました武田信玄の死後後を継いだ勝頼は同じ東,東海の国で小山城の西南にあたる高天神城を攻略し徳川方を推していたものの長篠設楽原の戦いで 織田徳川連合軍に大敗し次第に徳川方から押し返されるようになりました家康は東,東海に出兵し武田との戦いを優勢に進めていき小山城の兵牢を遮断しましまた。高天神城の落城そして武田攻めのために織田信長軍が進発した法を聞くに及び天正10年西暦1582年2月 小山城の武田兵が逃げたことで、ついに落城し、小山城は徳川型の城となりました。小山城は牧之原大地の市脈の大地の最南端にあります。城の北から東にかけ、由井川と湿地が広がり、南側以外は崖で固められています。飛行は20メートルです。城全体の規模だけではなく、各黒和単位の面積など細かい情報が、 参考文献の1や3に記載がありますので是非ご覧ください三重堀をはじめ自然地形を生かした城を守る造りがよくできているなと思います現地で見ても令和の意向だけでそう思えるので当時の状態であればどれほど見事だったかと武田の築城術に感心しましたなお小山城は天正10年に徳川方の城となるもその後廃城となったようです 移行は多少失われているとはいえ、三日月堀や三重堀という素晴らしい移行は今でも見ることができます。自家用車はもちろん、鉄道駅から距離があるものの、静岡駅などからバスで行くことができますので、東東海や駿河へお越しの際は寄っていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。